どうもこんにちは、ジュウです。今回もスーパーマリオパーティーやっていきたいと思います。さあ今回がパート15ということで、さあ前回の続きですね。さあ今回もマリオパーティー 2on2 でボムキングマップ進めていきたいと思います。さあということで、まずいきなり隠しブロックカード使いましたが、スターは出なかったですね。さあということでいきますよ。とりあえずここで OK6 を出しました。そしてワリオとピーチで2ずつ増えましたね。どうしようかな。とりあえず俺はここに止まります。これ多分ね、これ一度止まった場所はね大丈夫だと思う。ここ本当に OK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 。 おそしてカロンが弾にしましたね。はい、そして高校クッパジュニアチーム、さあどうなるんでしょうか。さて、おっとボム兵が一人ずついるね。いや、一体ずつで行った方が楽しいか。はい、ボム兵によってヨッシーが4になってしまいました。はい、そしておハプニングマス、ベルトコンベア逆回転。お、今行けば有利じゃないですかこれ。さあミニゲーム、これはなんだ、パイ投げバトル。パイ投げ、あ待って、これおもろいやつや。パイは一つに2個持てるよということで、相手にパイをどれだけ当てられるかの勝負ね、これは。オッケー、やっべ、危ねえ。あー、1個当たっちまったな。危ねえ。やばいって、これは。オッケーオッケーオッケー、当たった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 。いいよ、いった、やっべ、2打目食らったんだけど、いったいな、やばい。ちょっと待って、相手チーム強くねえか。やばいやばい、当たらない。いって、やっべ、なんか負けたんだけど、パイ投げで負けたんだけど、どういうこと。へえ、そんなことある。やばいやばいやばい、初めてマリオパーティー2-2で負けた気がする。まあ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 、ここでくよくよしててもしょうがないから、ほんとに。さあ7ターン目、どうしようかな。やっぱり6を出すワリオのサイコロが強いと思ってんだけど、どう。いやわからないなこれ。はい、うわ、コインマイナス2、変わらねえ。あ、2だ。コインマイナス2とコインプラス2はもう実質コインプラマイ0なのよこれ。お、ダッシュキノコゲット、いいじゃないですかこれ。よーし、ラッキーマスは安全。はい、そしてクッパジュニアチーム、どうするんですかこれは。はい、どっちもノーマルサイコルで3と4で7。7、おマイナスにはなりませんでしたね。おツルハシを取りに行くようだ。ここでツルハシか、言うて俺も今ツルハシ持ってるからね。はい、まだボム兵爆発しないね。さあミニゲーム、さあこれは不公平綱引き。もうこの時点で不公平じゃねえけどな。5対2とにかく連打。待って、もう仲間ゲーじゃんこれ。5対2は、いけ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 、連打、いけ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 、はい、圧勝。これはもう勝つに決まってるよね。よーし。ということで、ルイージチーム勝利でーす。まあ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 、さすがにね。さすがにこれはもう、負ける気せえかったわ。ほんとに。オッケー、10コインをゲットしました。よー。いいねー。
これでなんとかミニゲームで取り返せたんじゃないですか。さあラスト3ターン8ターン目さて残りあと3ターンとなりました。現在の順位を見てみましょう。1位ルイージチーム、2位クッパジュニアチーム。ルイージチームがリードしています。ここまでは完璧ですね。果たしてどちらのチームが勝つのか、ここでゲストに予想してもらいます。はい、今回はボムキング、ズバリルイージチームの勝ちじゃな。わしの予想は必ず当たるのじゃ。絶対当たるよ。選ばれたルイージチームには毒キノコをプレゼントします。毒キノコか、微妙だな。ラスト3ターンでもらう割には。さてここからラストスパートが大事になりますよ。スターが2つ交換できますからね。いやもうこれ十分盛り上がってるぞ。これ残りや待って、カウントがあと3か、ちょっとあれだけどね。はい、スーパードッキリマスが隠されましたよ。お、そして誰だ、悪いイージー。てか待って、これクッパジュニアの目の前じゃん。うーわ、これを取りに行くか取りに行かないかがこれ鍵になりそうだ。お、チョロプいる。マップ見ると、チョロプいて、ヘイホーいて、で、ノコノコ、ノコノコはさっきいたね。で、ワルイージ。で、あとは？あとはもういない？あ、デイジーいた。とりあえず、俺はもうアイテムでスーパーキノコ、スーパーキノコじゃねえ、ダッシュキノコ使います。おい。とりあえず、割り押さえ、これを、ここは。はい、毒キノコは使わない。いけ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 、6が出ろ。オッケー、ナイスゾルメ。オッケー、12で19。とりあえず俺はロゼッタがこっちに待てよ、ロゼッタ12でしょ。あー、これあれか。じゃあ次のスターを読んで、俺はあえてこっち行きますわ。ここあえてこっち行ってさ、あれしようぜ。ついでにちょっと銀行も掘っておきたい。 OK、 楽しそうだな、俺も連れてってくれよ。 OK、 これでチョロプーを仲間にしましたよ。 OK、 はい、そしたらばなんだ、なんかこれはなかったけど、邪魔だろうけどよろしくと言っているようです。ボム兵が勝手についてきた。000マイナス1マイナス1マイナス1。はあ、お、ここであれしましたよ。お、ボム兵が爆発。ボム兵が爆発したね。さあ次クッパジュニアチーム。待って、でも本当にさ、これ本当に読むの大事だからね。88、あ、6だ、まだまだだね。さあどうする。あ、クッパジュニアは悪い意地を取りに行ったようだ。あ、ボム兵が爆発。あ、そしてヨッシーが先に進みましたよ。あ、ヨッシーのゴム兵も爆発。だって同じターンですかね、3人とも。オッケー。さあ、ミニゲームは何ですか？キノピオ食堂。同じ食べ物を集めろ。まあでもいけるよね、これ。いけると信じてやっていきます。これ前にもやったな。これ一度に取れるのは一つだけ。レタス、レタス、キャベツ、レタス、お、オッケー、いいね、やばい、落ち着いて。あ、次はなんだ。あ、これ有利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 。トマト、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 オッケー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 、いいよ。はい、次はベーコン、オッケーオッケーオッケー、これかなり有利では、これいいよ、よし、オッケー。はい、次、うわ、レタス遠いなこれ。
け。ロゼッタがレタスを取りに行かせて、で、これがで、ベーコン2個取る。オッケーオッケーオッケー。はい、次。トマト2個。トマト2個やばいよ、これ。あ、で、邪魔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 。オッケー。なんとか5点ゲットしました。素晴らしい。5対2。圧勝だわ。これはもう、言うまでもなく、勝てた。そして、前にも言ったけど、なんで、クッパジニアとヨッシーはトマトを運んでいるんでしょうか？なんか、これはこれで可愛いな。オッケー、10コインゲット。いいですね。さあ、ラスト2ターン。待てよ、ここでさ、ロゼッタをさ、あれさせたいからね。とりあえず、毒キノコをクッパジュニアに使います。言うてこれが効くかどうかわからないけどね。はい、じゃあサイコロ振ります。ノーマル、ノーマルサイコロ振って、うわーでもこれか。ダム、ロゼッタが奇数になれ。いや違う、偶数になれ。14ダムって。オッケー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 。18。18でかくない？じゃあその間にさ、あ、止まれない。止まれないならばどうしようかな。いやーでもな、次、ここになる可能性も十分にあり得るからな。じゃあこう行きます。こう行って、ちょっと決めます。これ。けオッケー。アイテムは、お、ワープボックス。チームメイトの近くへワープ。お、いいことしてるのでは。オッケーオッケーオッケー。ただいまラストスパート中です。ラストスパート中のでスターを多くゲットできますよということで、オッケー、これでルイージチームがかなりリードを保っている。いいですね。本当にさ、もう味方にさ、あのスターを取らせに行く、それ大事です。本当に OKOKOK。 コインも58コインあるからね、いいですよ。さあ次。うわ待って、そこか。待って、な、あと一ターンだっけ。次が最後のターンだから、ちょっと頑張ろう。そこは、はい、クッパジュニアは毒キノコを食らっています。バルイージがいるからね、あえてしてみたんですが、おっと、上部ボーナス、そこで発揮しなくていいのよ。はい、結局同じ。はい、特に何も起きない。さあミニゲーム、ミニゲームは何ですか。落とし穴ルーレット。待って、またゾロ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 増えてるね。とにかく生き残ること。よし、いきますか。なんとか頑張っていきましょうか。スタート。今俺のチーム有利だよ。最後に生き残った数が有利、あれになりますかね。オッケー。あ、シロップ、クッパジュニア、悪い時が落ちました。待って、もう次ヨッシーが落ちたら終わりじゃん。さあどうなる。オッケー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 。あ、ヨッシーは、あ、待って、ヨッシー生き残るね。やるやん。実質あれだけど、うーわ待って、最後あれになってんな。いけ、よし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 、勝った。オッケー、最後に生き残ったのはルイージだけ。1対0。待て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 、俺以外全滅することある？こんなに仲間いんのに。だって7対3よ。7対3でこんなことになりますか、普通。オッケー、でもいいんだよこれで。はい、これで
10コインをゲットしていく。いいんじゃない。さあラストターン、10ターン目頑張っていきましょう。いくぜ。もうここはね、もうロゼッタを移動させる。とにかくスターのところまで行ってほしい。本当に行け。6出ろ。 OK。 ちょっと微妙だなこれ。待て、届かないなこれ。待て、これ金庫止まれるか。あ、金庫止まれるじゃん。じゃあここ行きますか。こう聞いて、こう聞いて、はい、来た。ハプニングマス。お、ここでツルハシを使うと、お、出てきたのがスター。スターが出てきましたね。ということで、オッケー。思わぬ場所でスターを手に入れた。そしてルイーズの力がまた一つあなたに勇気を与えた。マリオ64マージだねこれは。オッケー。そしたらば、お、エイゴを仲間にした。いいね。あ、起爆スイッチじゃなかった。さあラストよ。最後の移動、クッパジュニアサイコロとノーマルサイコロを使う。さあどうなる。6と4で10。あ、よし、微妙に届かないね。あ、待って、クッパジュニアは、あ、クッパジュニアも届かない。待って、これどうなる。あ、オーケーオーケーオーケー、危ねえ。終わった。はい、ここはすでに起爆スイッチがありましたからね。さあラストミニゲーム、ラストは何でですか。福笑いクレーン、前回もしたなこのミニゲームは。だったらいけるよこれは。いきます。バタルイージ上下を移動させるのかこれ。多分もうちょっと、もうちょっと右。まあ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 、いいのではこれ。もうちょっと左左、右右右右、もうちょっと右の方がいいかもしれないけど、待ってこれコンピューターだから、これあれだな本当に。コンピューターだから意思疎通が図れないんだよ本当に。右右右右右右、なんで移動させない。あー、待って、これぶっちゃけって分かんないぞこれ。あ、あ、オッケー、79%。いいね。ということで無事に勝利することができました。イケてる。これはもう着実にコインを稼いでますね。ということで全てのターンが終了しました。もうこれはもう勝ってるでしょ本当に。もう結構仲間集めたね。鉱山の冒険が終了しました。息が詰まるバトルでしたね。さて勝利の行方はどうなるのでしょう。私もワクワクしてきました。それではまず今回のボーナスを発表します。選ばれた人にはスターをプレゼントするぞ。1つ目のボーナス、これ重要よ、コインボーナス。これは手に入れたコインの数の合計が一番多いチームがもらえるボーナスです。まずこれは、これじゃない、こっちのチームでしょ。オッケー、ルイージチームでーす。なんでスターが渡せるのはルイージ。はい、2つ目は踏まれたボーナス。踏まれたボーナスか。相手チームから一番踏まれちゃった人がもらえるボーナスです。うわー、俺あんまり踏まれてないな。誰だ、ロゼットさんとヨッシーさんでーす。すげー、どっちも一番多く踏まれてたんだ。すごいね、ヨッシー。それではいよいよ勝利チームの発表です。私もドキドキしてきました。ということで今回素晴らしいチームワークで見事に勝利を手にしたのはイージチームでーす。まあ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 、もうこれはもう勝ったのも当然よ本当に。素晴らしい。ということでルイージロゼッタの VTR プレイは最高でしたね。7スター、相手が1スター、もうボロ勝ちじゃん、本当に。コインやっぱり多いね。で、ミニゲームスターも絶対もらえてる。で、アイテムスターも
アイテムストア絶対俺ってか相手チームもらえ一回も使ってないの。やべえってこれ。でランニングボーナスもらえてんじゃん。逆にあの、のんびりスターはもらえてないね。本当に。ちなみに、ライバルを踏んでないの俺。逆に俺も踏まれてない。計5回か。まあ、そうだ。これ踏んだボーナスあんのかな？踏まれたボーナスがあんなら踏んだボーナスもあるんじゃねえか説あるんだけど。待って。相手チーム、ラストターンまでこれ、なかったのこれ。オッケー。とりあえず、これで2000ポイントもらいました。いいですね。ということで、これでモンキングマップクリア。鉱山のゴールドラッシュ。これは本当にすごかったですね。よし。じゃあ、ちょっとどうします？これは？どうしようかな。じゃあ、ちょっと、クイズでもしてきますか。はい、リーチさん、ジュエルも手に入れてみたいね。はい。ということで、クイズやっていきますよ。マリオパーティーで数字のスターの数が同じなら、何の数で順位が決まる？これはコインの数だね。オッケー。お、ドッセンシール。ドッセンシールか。はい、次。これ、一度に3回までなんだよな、これ。はい、今回は、マリオパーティーでミニゲームに勝つと何がもらえる？あ、これはコインだね。オッケー。お、これは炎のシールですか？はい、次。はい、なんだ？スーパーマリオパーティーで、協力して川を下るイベントは？これ、本当はリバーサバイバルだけど、これ、あえて、誤答してみる、これ。本当はリバーサバイバルだけど、これ、あえて誤答すると、これ何になる？残念。これはちょっと難しかったかしら。シールはお預けだけど、気を落とさないでね。ルイチちゃんのチャレンジ、また待ってるわ。なんか、そんなこと言われるのもあれだね。うん。あ、これ、やっぱり、正解しても誤答しても同じなんだ、これ。そしたらば、なんかある？お、なんかチョロップいるね。向こうにステージがあるだろ？俺、一回上がってみたいんだよ。あんなすごいステージ上がれたら楽しいはずだよ。勝手に上がっちゃおうかな。でも怒られたら嫌だな。そんなことを言うんですか。あ、そういえばミニゲーム。そういえばミニゲーム、まだ全部解放してないのか。あとこれだけだ。これ。リバーサバイバルのゲーム。じゃあ次回リバーサバイバルやりますか。そうですね。ちょっとリバーサバイバルをやって、ミニゲーム全部解放させましょうか。はい。なので、じゃあ、次回、まだ1回しかやっていませんが、なんとか頑張っていきたいと思います。これをね、あと4回実況しないといけないんだよ、これ、動画で。大変じゃない？まあ、なんとか全部やっていきましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。